入隊をすれば卒業後は敵の中に突っ込んでいかなきゃならない人です。とこ隊員になった以上はね、死に対してはね、割り切っておりましたね。私一人が生き残ってるという、あの当時の戦況については知らなかった。若者たちは死を前にしてどのような日々を送り、何を思い出撃していったのか。筑波海軍航空隊。